アーマードコア6、前回追加プレイしていきましょう。さて、ベスパー7、排除からやっていこう。隠密は苦手なんだよな。カメラ装備している MT に見つかるとダメらしいし。苦手あれか。提供された情報による目標の推定位置を送信します。監視装備 MT に注意。記録を取られたらミッションは即時失敗です。キャプチャーカメラに向けられたら身を隠すか急いで撃破してください。急いででいいの？これ、あ、こういうこと、あ、そんなんでいいの？これでいいの？よし。あ、これはいけるわ。それでいいの？ここにいるって聞いてきたんだけど。目標はいないようですね。夜景に出ているのでしょうか。なんかいるけど。あちらってなんだ。これ、こんな声なの？あ、ミッション失敗した。あ、チェックポイントがないから最初からってことか。メインシステム戦闘モード起動。よし。オッケー。急いで撃破してください。キャプチャーカメラも向けられています。オッケー。カメラに拘束されています。めっちゃ向けられてんだ。あ、ダメだ。すげえ、なんでさっき行けたんだろうな、むしろ。よし。身を隠すかでいいんだよな、俺。それはそれでどうなんだろう。 OK。 これで一回飛ぶか。見つかってる？見つかってないよね。目標はいないようですね。不在です。夜景に出ているのでしょうか。ん？レイブン、アジオ。あの上か。戦闘状態にある機体反応を検出。おそらく目標のスリーバーンです。なんで？てか誰と戦ってんの？次から次へと不法者。よくもまあ飽きないものだ。ちょっと、この機体構成は解放戦線ではない。目標を確認。あれがベスパー第7隊長、スウィンバーン。追い抜き
頂戴いたす。そりゃ部下は撃たんだろう。いや、その可能性もあんのかな。ちょ、まあでもそうだよな、自分とこの基地の方から来たら味方だと思うわな。よし、危ない危ない、近接が強いんだよな。おら、よし、感情ないからな、621には。ねえ、面白いキャラしてんな、こいつ。アリーナの方が強かった気がする。目標の撃破を確認。帰りましょうか、レイブン。感情ないんか。何？ふーんって。海馬社長みたいなこと言ってるけど。オッケー。新着メッセージ一件。独立傭兵レイム、スインバーン敗者の達成に感謝する。脳死の中にはあなたが敵方に懐柔されることを危惧する者もいた。やはり余計な心配だったな。これからもよろしく頼む。仕事だからな。あー、これかっこいいな。なんかファイナルファンタジーみたい。あー、オフライン。あー、そうか、俺今切ってんのか。行動破壊工作、これやっていこう。させる。これが狙いだ。ガンズサーティーンレイブン、確実な遂行を期待する。やっぱあの人好きだな。ダーフォンはお前の価値をいまいち理解していないようだ。話をつけておこう。めっちゃあれだよね、可愛がってくれてるよね。俺もっと強化人間で使い捨てのイメージだったんだけど、すごい嬉しいな、買ってくれてんだもんな。地下坑道の左右にある旧型センシングデバイスを破壊し、地下坑道で上からのミサイルやるの間違いだったかな。最低限だろ。いけるいける。所属不明 AC。 何が目的だ。よし、 OK。 あら、まだ残ってないな。消し済みだね。足元に注意。うお、言ってくれなかったらやばかったわ。ランズサーティーンレイブンに伝達。何、はいよ。聞いた通りだ、621。早く終わらせて脱出するぞ。よし。OK。
どれ？これ？シールドで最低限は保護されているようだが、内側から取れば問題はない。よし、オッケー。ミッション完了。なわけないよな。まだあるよな。え、これどうやって出るの？やばい、これ。なんか、めっちゃ出てるけど、これ。どうしよう。急いで脱出しよう。え、急いでって言われても。めっちゃ減ってる。減ってる。HP が。ちょ、どこ行けばいいの？めっちゃ減っとる。上がってるよ。いや、触れてなくてもやばいんだって。え、知らん。それは向こうに伝えてくんない。俺に言われても。俺無口なんだしさ。しかも。よいしょ。上？分かってるんだけど。よし、オッケー。危ない。よいしょ。ここでいいの？うお。なんとか間に合ったようだな。早いことなっとる。仕事は終わりだ。戻って休め。休暇くれんの本当優しいよな。一歩間違えば。あなたはコーラルに飲み込まれていた。レイブン、あなたの仕事はいつも危険と隣り合わせです。そうだよ。エアちゃん可愛いな、やっぱな。私はどうだい、ウォルター。難しいところだ。621の仕事は堅調だが、どうやら堅調が続いている。様子を見る限りではあいつを損なうようなものではなさそうだが。あんたの調子を聞いたつもりだったんだが、まあいいさ。621好きすぎるだろ。それよりコーラルをさっさと見つけた方がいい。友人たちが危惧していた通りさ、封鎖機構の相手ばかりしてるとことによっては間に合わなくなるよ。新着メッセージ2件。ガンズ13レイブンに伝達。エンゲブレト行動での作戦成功を受け、ミシガン総長より貴様への伝言がある。コーラルに飲まれかけるとは災難だったな。貴様のケツには文字通り火がついたことだろう。その火は視線をくぐり抜けた証拠だ。次の遠足まで大事に育てておけ。以上だ。登録番号RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて C ランク帯の仮想戦闘が開放されています。いい、戦闘技能のさらなる向上にお役立てください。よし、アリーナやってっか。アリーナ、ベイラムグループ専属 AC 部隊レッドガンの4番手。総長ミシガンによる鉄拳制裁を受けたボルタとイグアスは、その後、青少年の健全育成として身元を引き取られ、レッドガンでの地獄の日々を送ることになる。ミシガンの顔面に一発ぶち込んでから抜けるという2人の目標は7年経っても達成されることはなく、内心諦めた彼は今でも、はぁ、なんでこいつから学ぶんだよ。こいつから学ぶのは良くないだろう。悪徳商法だぞ、それ。
面白いなやっぱ。戦闘技能検証プログラムナンバー17、これより C ランク隊に入ります。やってやろうじゃないの。今回の対象は AC キャノンヘッド、識別名すげえ、カブトムシに一応キャノンついてる。めっちゃいいなエンブレム。俺もなんかなオリジナルのやつ作りたいよなとは思うんだけどね、センスがねえんだよな。メインシステム戦闘モード起動。 OK 行こう。どこだ、うわっ、いった。ちょっと待って、危なっ。ちょっと待って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 、よし、ほら、よし、いいね、はい、ちょい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 、 AP の残りはいいんだけど、オッケー、やっぱダブル型ビング強え、めっちゃ強い。目標の撃破を確認、検証を終了します。オッケー、お疲れ様でした。戦車もいいな、空飛ぶ戦車いいねあれみたいだな、スターフォックスみたいな。あれはもっとあれだけど、ランドなんちゃらみたいな。あれクリアしたことないんだよね。何回かやってんだけどな。アーキバスグループ強化人間部隊ウェスパーの第8隊長、第10世代であるペイターは、現行最新の、あ、10が最新なんだ。ってことはやっぱ4めっちゃ旧世代だな。コーラル代替技術の成熟によって極めて人格が安定している。彼が時折見せる無自覚な無遠慮や、共感性の希薄さは、おそらく強化手術とは一切関係がなく、本人の生まれ持った性質とみなされるだろう。なんか、元から嫌なやつみたいな話なのか。戦闘技能検証プログラム、ナンバー16、ランク C。かっけえよな、機体。なんだ。頭どうなってんだ、それ。AC、デュアルネイチャー、識別名、ベスパー8、フェイター。エンブレムエグかったな。あれ灰みたいになってたね。赤ん坊のあれが灰みてえな。よいしょ。とりあえずいった、はい、くそ、やっぱ早いな。全然当たんねえ。あっ、ちょ危ない危ない、ちょっと待って待って待って、いけるか、削り切れるか、ほら、よし、近づいてきたところにあれだな、グレネード叩き込むのいいね。目標の撃破を確認、検証を終了します。お疲れ様でした。多分近接の方が強いんだろうけどな。なんか近接使いこなせないな。パイルバンカーもっと使っていきたいけどな。これえぐいよな。どんなビジュアルだよ。アリーナ。スラ。あ、こいつだ。あの、あれだよね。こいつがあれだ。文句つけてきたやつだ。アイビスの火が起こる以前からルビコン周辺政権で活動していた、老教の独立傭兵スラが受けたとされる第一世代強化手術は成功率が1割にも満たない極めて劣悪なものであり、彼の傍らには常に死の気配が漂っていた。手術を終えたスラは狩りだけを受け負うようになり、今では雇い主さえ定かではない。ミサイル使っ、ん、
失礼とか言うんだ。エンブレムかっけえ。装備は前と一緒かな。ぽいよな。あ、ここあれじゃん。あいつと戦ったとこじゃん。よいしょ。ちょいちょいちょい。怖い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 。ちょっと待って。ああ、くそ。若干当たったような当たってないようなみたいなとこだな。ほら。よし、終わり。成長した俺の前では無力よ。目標の撃破を確認。ゲームを無料します。お疲れ様でした。これ別に本編じゃないんだよね。本編じゃないのにこういう描写入るんだ。怖いな。第一世代から第十世代までどれぐらい期間が空いてんだろうな。その辺も気になるよね。はい。ということで、じゃあ、次回、この、カーラの、腹心倒していきましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。